みなさんこんにちは、えくらななです。恥ずかしい、今日は私のスキンケアと、メイクをご紹介していきたいなと思います。お手柔らかにご覧ください。じゃあ早速いきますね。クレドポーのまずセラム、これはまあ2プッシュぐらい、化粧水とか、あ、ちなみに今もう洗顔後です。洗顔すごい大事だと思ってて、なんか朝とか特に一晩で出たこう油とかそういうのを一回洗い落としてこのセラムを塗ると化粧水とかなんか美容液の浸透がいいらしい。でその後は、クレドポーボーテシナクティブの化粧水、これもね2プッシュぐらい、500円玉ぐらいですかね。あんまりこう顔の中心をゴシゴシしないように気をつけます。で、まあ、顔のマッサージもいいんだけど、こっちの方が私は好き。やっぱ毎日のコリとかはその日になるべく流したい。まあそんなことしてるうちに化粧水が浸透してくれたかな。なんか浸透する前に次のものを塗るのがあんまり好きじゃないんです。そんなに特別なことはしないんですけど、一つ一つになんか時間をかけるように気をつけます。次はクレドポーの、美白美容液、これも、まあ 1.5 プッシュぐらいかなって感じです。なんかねエッセイに行く時間とかあまり作れないので、その分なるべく家の美容はちょっと贅沢にしたいなってここ数年思うようになりました。でこれも美容液が馴染むまでちょっと待ちます。そしてこちらがクレドポーボーテシナクティフイドラタンジュールです。まあ、乳液だと思ってるんですけど SPF が30入ってるので2プッシュですね。ちょっと手で温めながら塗ってみたり、あとなんか教えてもらったのがこう塗ってここで止めるみたいな。周りをね最近すごい押すようにしたらなんか肩こりとかも良くなった気がするし、全身の血行がすごく良くなる気がして、痛い。あ、いいかな。もうちょっと馴染んでほしいので、普段はメイクに入るまで、まあ、髪の毛とかしたりとか乾かしたりとかいろいろやるんですけど、今日はこのセンスオブヒューマーのヘア&ボディオイル、ちょっと乾燥が気になるので、なんていうんだっけこういうやつ機械なんだっけ名前、あ、そう、カサカサカサ
朝も好きで、でもねメイク前とかこう家でのメイク前のスキンケアの時はもう手ですね、全部手がいい、馴染んだんじゃないかしら、いい感じ。これで私の毎日のスキンケアは終わりです。水分量を保つことが割と大事かなと思ってて、で化粧水とかもこれはちょっと少しとろみがあるかなぐらいなんだけど、サラサラの方が肌に入ってく気がして、トロトロ しすぎてないものが好きです、うん。続きましてはメイクの方に移りたいと思います。まあ基本ナチュラルです。毎日ねやり方違うからちょっといつも通りできるか分かんないですけど、とりあえず行ってみます。こちらです、ナーズのちょっとよく分かんないけど下地あのちょっとピンクっぽいねパールが入ってるんですよ、パール粒ぐらい。黄色っぽい肌なので私はこうピンクのパールがちょっと入ってるとすごく透明感が出るというか、くすみ改善になってる気がするんですけど、なんか どう明るくなった気がしませんか、ね、なんか光がこう反射するっていうか。下地の後はちょっとまずこちらクレドポーボーテコンパクトエサンシエルっていうね、これね20歳ぐらいから使ってるんです。でもさすがに最近も壊れて直せないぐらい壊れちゃって、それでも2年ぐらい前に変えたんですけど、この薄さが好きすぎてです。まずね眉毛のあたりにちょっと塗りますよ。ここには塗るんですけど、まだ この辺の保湿はメイク終わるまでし続けてほしいんで、まだここだけ。例えば今日はアイメイクポイントだなと思ったらアイメイクからするんですけど、今日はちょっと皆さんに見せたいリップがあって、リップがポイントなのでリップから塗ります。これは、はあ、嬉しい、ラムシュルージュとコラボさせていただきまして、こんな可愛い色作りました。可愛い。そう、あのね、もともとラブシュルージュのリップはあの美容液成分なんですけど、今回はさらにそれにバームっぽさも足して、もうかなりの保湿とか、あ、可愛い。ちょっとねブラウンっぽい赤にしてもらったんですけど、まあこれぐらいちょっとうっすらにしときます。最初はなんかブラウンっぽい赤ってこう自然界にある色だからなのか、どの肌のトーンの人にも合うと信じていて、青みを消したブラウンによった赤を作ってもらいました。でこのケースもめちゃくちゃ可愛いよ。で今日はこんなリップの色にしたい、ナチュラルなブラウンレッドにしたいので、それをバランス取るようにちょっとメイクしていきます。いや、これからいこう。まあアイブロウなんですけど、シュウエムラ、こんな形で描きやすいんですよ、広範囲が。私ね、ご覧の通り眉毛がちょっと薄いので、まずちょっと毛流れに沿って大雑把に描いていきますよ。リップの色味が強かろうが、アイメイクが強かろうが、眉毛はしっかり主張したくて、まずはペンシル、次にジャナーズのこれアイカラーなんですけど、ブロンディーっていう名前なのかな、色。でもこれがね、私にはね眉毛の色にすごい好きで、で次はアイメイク。なんかこうビューラーをするだけで、なんていうの、
目が覚めるっていうか目の印象が変わるので。でこちらエルメスのパールなんですけど、こんな感じ。ちょっと手で塗っちゃうんだな。こういうね、なんかちょっとキラッとしたいとか。なんか立体感出ません。次はこちらアイカラーです、バイレイドのシャドウディスコ。何色使うかはね、結構日によって違うんですけど、まあ、端の2色この辺。そしてどうしようかな、マスカラしようかな。これもラブシュルージュから出てる超素敵なマスカラ。これもなんかこう目元から塗る、こうナチュラルにまつげが強くなる感じ。デジャブのクリームアイライナーですね。これの、この真ん中ぐらい。結構ドラマとかの映画とかの撮影だと本当に撮影時間が長いから、いかに崩れないようにするかっていうのが大事なんですけど、このアイライナー結構っていうか、かなり私は相性がいいです。今度下のライン入れます。この辺ぐらいまで下のライン入れた。中だけ、中だけ。そしたらまたアイシャドウに戻りまして、ここでバランス取っていきます。もう一度ルースパウダーに戻りますよ。この辺やっぱちょっとあんまりテカりたくないですよね。あとなんか髪の毛が顔に張り付くのがちょっと気になるんで、この辺も塗っちゃいますね。そういえばあのファンデーションとかあんまりうまく使えなくて、つい塗りすぎちゃうとかなっちゃうから、あんまり普段つけないんですけど、結構この下地とパウダーだけでなんかちょうどいい気がしてるんですよ。そして最後にですね、私はですね、こういうことしちゃう。顔の中にある色がこうちょっと馴染むと信じているので、こうチークみたいになりたくないっていうか。どうでしょう、できちゃった。これで私のメイクが終わりです。最近のメイクの好みはやっぱりちょっとエレガントな方が好きなんですよね。カジュアルな部分もポイントで入れていきたいんですけど、基本的にはきれいめにしたいし、ほら今日着てるこのスペシャルな村田明子ちゃんの作ってるガウン、もうこれになんか今日イメージがぴったりすぎて、この本当にこの感じのエレガントさをメイクに求めております。まあ、以上で私のスキンケアとメイクが終わりです。参考になったら嬉しいです。ありがとうございました。